はい、どうも、ワンマインリックです。さあ、今回の動画はですわね、こちらの七辻通りから、蒲田、大森、大井町の順にね、路線バスにね、乗り継いで、ね、一日、この乗車券を使って、ね、ちょっと乗車旅をしていこうかなと思ってるんですけどね、大井町まで。大井町から先はちょっとね、東急バスにね、乗り換えて、渋谷の方にね、目指したいと思います。ちなみに本日の収録日は2018年9月23日。なぜこんな日にね、収録するかと言いますと、この日はさ、中川翔子さんのこけら落としライブ、東急東横線の旧、駅舎があるじゃないですか。その駅舎とでね、ライブが開催されるということで、そのストリームですね、渋谷ストリームホールのところでライブなんですけど、うちはね、チケットは取れなかったのでね、本当もう悔しい思いでいっぱいだと思いますが、まあこんな話はまあうちだけじゃないのでね、そこは心配する、細かいこと心配する必要はありませんが、本当にね、まあチケットは本当悔しい、もう思いをされてるね、ファンはうちの他にもたくさんいると思います。そろそろ来るかな。3パー01ですね。元無料連絡の3パー01。3パー01。はい、東6号1丁目。
蒲田線は、こちらで降りください。あやめ橋手前、メガネドラッグの真向かいです。はい、蒲田4丁目通過、次が終点蒲田駅です。お待たせいたしました。まもなく、終点蒲田駅、蒲田駅でございます。どなた様もお忘れ物なく。着きました。JR 蒲田です。さあやってまいりました、 JR 蒲田。さあこの JR 蒲田から鉄道って使うわけではありません。はい、このまままた京急バスに乗り継いでいきます。いいね。続いて乗り継ぐバスは東邦大学経由の大森ですね。鬼旅線。昔ね、確かなんか話によるとね、なんか旅工場がねあったっていうことからね、鬼旅線って言われてるらしいんですよ。はい、こちらですね、大森50系と。はい、こちらに乗り継いでいきます。ちげで左折します。この信号を左折します。この綾瀬橋信号を交差点を左折します。
聞いてですね。このまま NTT 大森バス停付近まで直進してまいります。ドアが開くまで席をお立ちになりませんようお願いいたします。NTT 大森、 NTT 大森では 次は終点の大森駅です。さあやってまいりました、大森ですね。あ、大森といえば目の前に中古店がありましたな。まあいいや、もう中古店はどうでもいい。さあ行きましょう。お、317ですね。これはお台場方面の船の科学館線ですね。そういえばなんかね、なんかの移設とかなんかやるらしいですけどね、あの終点の船の科学館の方のあたりで。さて、次はあれあったっけね、あったね、10時40分、ちょっと分かりづらくてすみませんが、10時40分ですね。まだ時間で、ちょっと撮影でもなんか適当に費やしていきましょう。ではここまでのご視聴ありがとうございました。次回はレジャーランド線の追町地球系統のこちらですね、この大井町地球系統から、まあ、渋谷まで乗り継いでいきます。いいね。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。